島田駅南口島田駅は、静岡県島田市、日の出町にある、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA24。運行形態の詳細は、東海道線を参照。ホーム島式ホーム1面2線と、単式ホーム1面1線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅で、構内北側から、島式ホーム、単式ホームの順に並んでいる。なお、1.2 番線が本線、3番線が副本線となっている。駅舎と1番線の間にもホームの内副本線が1本あるほか、電車、保線車両留置用の側線がある。2008年4月より、橋上駅舎と南口の共用が開始されている。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、金谷駅を管理している。駅舎の内部には JR 全線切符売り場や自動券売機などがある。JR 貨物の駅は2010年現在、車扱い貨物の臨時取扱駅であり、定期貨物列車の発着はない。1993年まで駅西側にある東海パルプ、島田工場へ専用線が続いていた。専用線は本線南側や北側に沿って工場へ向かうもの、本線北側に沿って工場の東端にある倉庫へ向かうものの、計3本存在し、紙製品や原料の木材チップ、化学薬品輸送に使用されていた。そのため、紙製品を輸送する列車が当駅から飯田町駅などへ運行されていた。また、1984年1月まで駅舎西側に有害者用貨物ホームが存在した。その他1970年頃まで駅東側にある日進紡績島田工場へ続く専用線もあった。静岡県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ホームライナー静岡、ホームライナー浜松の隣の停車駅は東海道線を参照のこと。ありがとうございます。